じゃあボールの前で頑張ってください、はい、6月に開幕するサッカー女子のワールドカップカナダ大会に臨むなでしこジャパンの佐々木則夫監督が14日東京のカナダ大使館を表敬訪問し、日本とカナダ両チームの健闘を誓い合いました。日本チームは最後ももちろん最後まで頑張るつもりですからね。佐々木監督はクラグストン駐日大使から試合開催都市の説明を受けた後、なでしこジャパンのユニフォームをプレゼントしました。大きさから見るともちろんカナダチームは最終的にゴールメダルを取ってほしいんですけど、もし日本チームはシルバー取れればベストと思います。もちろん日本人にとってゴールを狙ってますけれども、まあ、日本チームは本当に頑張ってください、はい、カナダのチームとバンクーバーでお会いしたいですね。そうですね、最後のゲーム、はい、これがベストかもしれない、はいはい、ありがとうございました。 Thanks once again。 大使がいないんですけれども、かましてやろうと思ったんですけど、お時間があるということなのでね、言えませんでしたけれども、まあ、でも我々もね、連覇を目指してもうカナダというワールドカップの地でね、カナダも確かに優勝したいと思ってますでしょうけども、やっぱりね、我々の連覇はね、叶うんだっていう感じでね、ちょっと分かりづらい字余りでしたけども、ね、はい、そういうことで伝えようかなと思ったんですけど、ね、なでしこジャパンは5月18日から始まる国内合宿と国際親善試合を経て、6月1日にカナダへ出発する予定です。